リンゴルフがエステサロンとコラボしました。おっ、びっくりした。すごい、腹筋が上がった時の高いのって筋肉な、鍛えられてる感じすごいあるよね。うん、めっちゃラップル、いつもしんどい思いしながら筋トレしてるのに。なんで腹筋ついたらね、10ヤード、20ヤード、飛距離も伸びると思う。距離アップに。概要欄に URL 貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今日はですね、六本木にある PXG さんの、これはフィッティング施設っていうんですかね、にお邪魔しております。はい、前回の動画ではここの施設の紹介をさせていただいてるんですけど、今回の動画は実際にフィッティングをしていただきたいと思います。はい、ドライバーのフィッティングをお願いして、はい、新しいやつを作ってみたいなと思います。はい、では早速いきましょう。よろしくお願いします。ゆいちゃん、今も、ドライバーは PXG。 そうです。何の何なんですか？何の何って言えばいいの？初代のやつ。初代のやつ。結構あのカーボンが出るちょっと前。そうですよね。でショフト側のアッタスの。ジアッタス。はい。のままの。うん。それでわかるんですね。今の会話で全部わかる。今の会話でわかるんですね。これが新しい、こんな感じで。はい。新しいヘッドに。シャフトも同じような感じのやつですか？これはスピーダー。そうですね。あ、スピーダー。新しいのに。スプレックスは同じです。はい。はい。します。ちょっとこの、反対。どれ？ヘッドがちょっとこう、顔が変わってる感じで。すごいよね、このね。あ、触ったらザラザラしてるのかと思いきや、してない。確かにしてない。ザラザラしてるのかと思ってた、私も。スピーカーみたいになってるかと思ってた。一応クリアを避けてる。でもなんか顔がこう色が違うから気になるかなと思ったら、そうでもない。そうでもない、めっちゃ気になる。よし、どうですか？引っ掛けた感じですね。あ、そう。今打ったやつが、あ、ここに出てる。ちょっと上当たっちゃいましたね。うん、ちょっと変な当たりだった。変な当たりだった。上に当たっちゃった。上に当たってます。引っ掛けてるんで、こう。打点はこんな感じ。あ、すごい。全部出る。当たってるとこまで出るんだ。うん。すごっ。上に当たってるんですね。書いてある。はい。もうまっすぐ。これが、このちょっと丸裸だったね。すごいですね。もう私のスイング丸裸って感じですね。この数字。見てわかる？やっぱ。いや、わかる。マイキュー。マイキュー。球なんか高い。T が高いんかな。いや、これ。本当 10.5 とかでめっちゃボール上がっちゃうからって言って。ここですごい調整してもらって。そうですね、前も9にしてたんで。うん、当たりが悪いな。座感はめっちゃいいんだけど、前より弾いてる感じはあると思うんですよね。うん、で、ちょっと調整してもらって。あ、これでまた、はい、そうですね、シャフトも違うの。新しいシャフトがやってきます。はい、めっちゃシャフト持ってきてる。すごい、いっぱい。めっちゃ持ってきた。ダイヤモンドスピーダー。お、ダイヤモンドスピーダー来た。47ですね。私5番とかな、5番とか3番打つと。あ、そうですね。これなんです。あ、全部違うんだ。全部違う。へえ。ユーティリティがスワイルティーの。うんうんうん。ヘッドは同じ
じでやってます。はい、あーこっちの方が全然安い、うんうんうん、さっきの発想よりね、振ってる、触れてる感じもすごい。全然違う。いやこれね、本当に振ったらめっちゃ分かんないけど確かにマジで全然違う。全然違うね、めちゃくちゃ違う。おな、びっくりした。タイミングはこっちの方がいい。いいですね。いやかなり打ちやすかった今ね。ちょっと目に当たってますけど、スターをちょっと待って、あれ、いやあんま当たんない。ちょっと打ったんじゃない。まあ、数字的にはまっすぐね。か、ちょっとドロー。そんな大幅に曲がったりはしないです。そうですね、スイングの移動自体が結構まっすぐに近いんで、そんなにねじれなさそうだなっていうのはあります。それは今ウェイトが変えられる。ウェイトを変えてもらってます。あ、ちょっと軽い感じします。なるほど、これで調整していって、うんうん、でまたちょっと打って、あ、10とかきっと5とかがあんのかな、これ今10って書いてある。多分ね、あの、それをこう変えていってもらって、シャフト入れて、うんうん、まあ、これっていうのを1本作ってもらって、うん、へえ、すごい細かいね。なんか私ここでしか詳しいピッキングしたことないけど、うんうんうん、変えてもらうと本当にめっちゃ打ちやすいってなる。確かにこれはすごいわ。ドライバーもそうだけど、うん、アイアンとか全然違う。へえ。何グラム？ 7.5。 2.5 刻みであるんで、ちょっと軽いのを持ってきました。 2.5 刻み。今軽くして同じシャフト。そうですね。めっちゃ軽くなった。うん、気持ち悪い。さっきの方がいいかもしれない。そうですね、ちょっとふわっとしてる。するそうだね。 2.5 だし5でも全然違う。なんかそんな感じだよね。体感で言うと全然違いますよね。そうですね、バランス、ドライバーだったら1.5g で万ポイントぐらい変わるんで、へー、まあ、2ポイント弱ぐらいは高くなる。ウェイト戻して新しいシャフト。お、次は最初に打ってもらったのの重さが違う。そうですね。振りやすそう。あんま高いですね。高い。普段から結構上がるんですか？うん、弾道は高い方だと思います。あ、これでもめっちゃマシになりました。あ、そうなの。前もっともう落ちたらそのままあっていう感じだったんで、今そんなこともない。距離的にはそんな感じ。今ヘッド変えました。ヘッドが大内側のやつですか？ちっちゃくした。ちょっと大きく見えるかもしれない。大きく見える。一番捕まる、捕まりやすい。うん、じゃあはい、お願いします。うん。
捕まってる。なんか、うん。うん、うん、これ重さは一緒ですよね。重さ一緒ですね。重心が違う感じですか。そんなことない。そうですね、まあ、ちょっと違います。さっきの方が振りやすいかも。こっちの方がもともとウエイトは後ろが重くて、これはここが重いんですよ。はい、こっちがここが重くて、こっちはこっちの方が重い。へー、まあ、今ちょっと入れ替えちゃったんで、こっち重くしてそういうのもできるんです。そうですね、まあ、今の感じだったら差も上がってるんで、あんまりこう上げてないかなと思って、ちょっと前目にしたんですけど、これは今、新しいシャフトが、そうですね、ちょっと叩えました。グラファイト、あ、グラファイト、これでのツアー入りじゃないブランドです、うん、あ、今めっちゃ開いたわ。やばだね。これ線が赤い時と青い時と緑の時って何か違うんですか。あ、これクラブ変えたら変わります。ああ、そういうこと。クラブの設定を今一応変えてるので。あ、これなんか電気を見てもらう。そうです、そうです。でもさっきのこれの2個前が一番良かったかも、うんうん。タイミング取れないとかやっぱあるし、こんな感じ。これが 2,3 球ずつこうっていってるのの平均をこう出してもらって、これがもう全部平均の数字。あ、平均の数字になってるんですね。でこれでどれが一番いいのか。そうです、こういう感じで。あ、これは全部フィッティングしようと思うとどれぐらい時間かかるの？ドライバーだけだったら 1時間とか、全部パターンまでやると、まあ、4時間ぐらい。おお、すごいな。でもぜひ興味ある方はね、はい、これ予約とかってなんかしなきゃいけないですよね、やっぱり。そうですね、全てご予約いただいて電話？お電話かメール。あ、メール、はい、じゃあ概要欄に、概要欄にね、はい、貼っときますのでチェックしてみてください。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、ゆいちゃん、フィッティングお疲れ様でした。お疲れ様でした。たくさん、はい、自分に今何が一番合ってるのか、皆さんに見てもらって、うんうん、購入しようかなってちょっと、また思っちゃった。ドキドキしてます。こんな風にあの細かく見てもらって、うん、フィッティングしてもらえるので、ドライバー悩んでるなとか、アイアン悩んでるな、パター悩んでるなって方は一回こういう細かくね。そう、さっき数字出してもらったけど、うん、トラックマンなんで本当に結構細かくめちゃくちゃ数字が出るし、うん、そうね、フィッターさんもそのちゃんと見方の全部数字の意味も全部分かってやってもらってるので、うんうんうん、まあ、本当に自分のスイングが今どういう感じなのかっていうのを理解した上で全部選んでもらえるので、そうですね、自分のスイングとかより もうそもそもクラブが合ってるのかっていうのも一回チェックしてみてもらってはいかがでしょうかみたいな動画になりました、はい、概要欄にも貼ってありますので皆さんチェックしてみてください。チェックしてみてください。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。次回の動画も楽しみに。